ママ。ここ。ここでロックが、この手のロックが結構大事です。で、この手を、手が外に出ちゃうと返せないので、突っ張り棒で。この手が出ないようにコントロールしてる。そして自分のお尻を少し、相手のへその下に自分のお尻が来るようにスライドして、スライドして、ここ引っ掛けて、一回持ち上げて、で、この、これ、これでロック。これ一つ、まあ、これでもし下がるし、手を出されたら、まあ、手を出されたら、まあ、こっちにこうやって関節して、あとはこの膝をついて、あとは手の持ち方が少し違うんですけど、持ったらこの手をこの手を折りたたんで、折りたたんでくっつけて、もし膝をこうつけてしまってたら、さっきは足が上がってたからスペースに潜り込めたけど、この時にはもうこの脇の下から手を入れて、また帯を持って相手を少し反らせて、でまたお尻を中に入れて持ち上げて、この足でコントロールして、押さえる。これ結構効きます。これをねロックしてあっちに返すっていう、四つん這いからね、四つん這いから、ああ上に乗って、どうぞ、あ、三角、見せてくれる、オッケー、これはやりますよね、三本、これはさ、それ三本っていう、いや、三本の技で、三本の、はい、スピーチですね、ビッチとかって、ね、あ、もう一回やってみます、ヤスケビッチ、ヤスケビッチ、うん、足押さえておいて、この肩の前から手を入れて、で反対の襟を持ちます、で、この左の足はここ、こ太ももロックして、で右足の甲で相手の体が首が 前に入るように、まだ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 これ、でお腹は蹴る、こっちは中入れる、で前転させるような力を加える、負けた実質があるお腹ねこれこっち、こっち、こっち、あとは私は横に回して横四方に、ちょっと変形です。よくシドニーオリンピック銀メダリストの楢崎のり子さんがこれに近い技をやっていて、真似して盗んでました、反対の襟をこの辺りを持ちます、で相手を少し浮き上がらせて、この足を中に入れます、で相手を自分の上に乗せて、で自分の体をスライドして、でスペースできたところに相手の背中を落とします、でここ足絡むから絡ませておいて、で上は決める、肩で相手の顔がこっち向くように決めて、で足抜くときにはしっかり相手がくの字になるようにこっちに持ってきて、で押さえます、もう一
Tyson. Try grab her leg. Try lock her leg. Yeah. Okay. So she's locking from the top too. So you, when he has the leg, you just push and strip it off. She's kind of coming up towards the head too. Ah. それ押しプラスお尻を引く。うん、そうすると相手が、顔はこっち、うん、足はこっちで苦しいから、これ肩で押さえとく。で、この位置だとなかなか抜きにくいので、うん、これキープして私のお尻をこの位置まで持ってきます。そうすると相手がくの字になる。うん、くの字、うん、これこっちです、うんうんうん、そしたらもうか苦しいからねじられて、うん、パキッていった。いや、そう。いやで、これ引いて蹴る。So you're actually pulling the leg. 引いて蹴る。So I see foot pressure on your chin. Yeah, oh yeah. Like, she's kind of go up at the neck too. That's what's kind of keeping my leg from locking. 痛いよ。痛いで、痛いで。あとは、まあ、三角は普通に、うん、普通の三角です、はい。高校時代から変わらない、うん、これもやっぱり崩しがあって、この位置だと相手が安定して守ってるので、必ず、まあ、一回足を下げて、このスペースに相手を引き出して戻った時に足を入れる。もうこれで決まってます、もう。これができれば、かかとと、膝がくっついてれば、肘の内側を持って、肘の内側を持って、帯を持って一緒に倒れ込む。で、上でしっかり押さえとく。これで押さえといて、すぐ入れ替える。これで関節でもいいし、締めでもいいし、押さえてもいい。大丈夫。斜め45度に足を下げて、ここに戻り際を決めといて、でこっちの下の足を抜くようにしながら上に行くと安定して上に上がる。まあ、手首を取ったりもいろいろありますけど、大まかにやってるのはこれです。私がやってるのはこれを極めてちょっと変形したりとか、うん、細かい関節やったりとか締めをやったりします。何か質問とかありますか、寝技やってて。So, so this is Chloe's question actually. So from the turtle, if they're really, really, really tight and they don't give you any room, how do you work in from that? そうですね。亀の姿勢ですごくきつく亀になっちゃってる場合は、どうやったら返せますか？ある意味、どこも突っ張りがないので、ラッキー。もうどこにも転がるから、どこでも転がるから、転がる転がる、イージーイージーコロコロイージーコロコロ。だから帯持って、まあ、斜めに膝持ってこっちに返してやれば簡単に返る。だから相手がどこが弱いか、ウィークポイントをこうやって探す、うん、だってどこも出てないから、こうやって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 ないから、ラッキーラッキーコロ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 いけます。うん、いけるね。他にありますか？
if you stick out one leg, then she's just going to go the opposite way. The weak side. Yeah, weak side. もう一回お願いします。あの、もし、あの、足を突っ張って、手を突っ張ったりした場合は、あの、逆の方向に返す。返す。ですよね。そうです。でも逃げられる可能性が高くなるから、さっきみたいに私は関節を取り。うん、他に何かありますか？細かいことでも。さっきのを細かくやりますか？例えばどんな技が知りたいとかありますか？難しいのは分かりませんけど、ただ、まあ、寝転んでる状態で、ただ寝転んでる状態、あの、うつ伏せで、うつ伏せで試合とかしたいとかそういう形で、そこから攻める方法とか、そこから、弱いところはどこかっていうのは見ます、相手が、あ、首開いてるわ、締め、こうやってたらもう、あ、足空いてるわ、シンプル、ウィークポイント、こっち、So we teach them shoulder pain and you gotta think right away, I think. あの、結構こう考えてると待てがかかっちゃうじゃないですか。だからその前に、あのどこか弱いところを見つけるのが大事です。だから投げた後に一箇所持っとくだけで違います。これ離しちゃうと相手がブロック、パーフェクトブロックになってしまうんで、この崩れ投げられたこの瞬間に行くっていうことが、攻めないと、もう攻めないという、これが一番力が抜けてる状態、これチャンス、アタックチャンス、なんかそう、だから hold it、hold the、こうやって、投げます、じゃあこれでグリップ、三振、これを日本人は練習してる。投げ抑えって言って投げてから崩れたところすぐ行く、この練習はしてます、ありがとうございました。